ロシア記事より、ご紹介していきます。氷の模様、氷山フィギュアスケートグランプリファイナルが、そっちの新しいスケートリンクで始まります記事、ニコライドルゴポロフロッシスカイアガゼータ連邦発行、第281号、5954、羽生譲る選手部分のみ、ざっくり予約していきます星への飛行中2012。12。 零六、中国や日本の代表チームと同じ便で、措置に向かいました。そして、その飛行機には誰が乗っていたか知っていますか日本のジャーナリストでした。それは、文字通り大変な仕事をしている人たちです。日本のスケーターたちがスーツケースを持って、我々の待つバスにやってきた途端、 すでに戦闘態勢に入っていた日本のジャーナリストたちに囲まれました。措置。日本人の群れ。そして質問。インタビュー。バスの出発を遅らせて、取材が途切れるまでじっと待っていたこともありました。そして、誰が注目の的だったかというと小さくて笑顔の羽生結弦でした。 今、シーズン。我らがプルシェンコの最多得点記録を更新したのも彼でした。彼が勝っているのですから。もしかしたら12月7日、ちょうど18歳の誕生日に新しい氷の王様に変身するのは羽生譲るかもしれません。また、日本のジャーナリストは、日本を出発してから、 ロシアのホテルまで、文字通りアイドルを見送ります。そして、ここからは、ストップ。部外者は入場できません。街の表情が変わる10月上旬、11月、そして今、ソチにいます。そして、お世辞抜きで、 街の様子が変わってきていると言えるでしょう。最も目に見える圧倒的な変化は道路です。より広く、より鮮やかになりました。あと数日で、もう一本新しい道路が開通する予定です。昨日は実験的にアレクサンドル・ゴルシュコフと一緒にこの道を走ってみました。 以前は15から20分必要だった場所でも8分あれば十分でした。新しいホテルが続々とオープンしています。まるで地中から現れたかのようです。オリンピックプレスセンターは目の前で作られています。膨大な作業です。2014冬季オリンピックの際には ここが仕事をする場所になります。一方で、オリンピック前のテストイベントとして最も重要なのは、12月6日にスタートするフィギュアスケートのグランプリファイナルです。この記事は2014年ソチ五輪のテスト大会として開催された2012年グランプリファイナル開催直前の記事です。 オリンピック前の独特な街の様子。記者の高ぶりなども伝わってきませんか ?CBC によると優勝予想は、羽生譲る選手でした。びっくりしてしまいますね。パトリックがいるというのに。この頃はプーさん無牛をしていません。観客もまばらにしかいないこと。海外、特にロシアでは、 男子シングルの人気が低迷していました。GPF とは思えない会場に様子です。信じられませんね。7年後のトリノでは満員御礼世界中から羽生譲る選手を一目見ようと集まった大勢の観客たくさんの方の心を動かす存在になっていったのですね。GPF2021 の大会の結果は銀メダルでした。 当時のプロトコルと演技を振り返ってみたいと思います。フリーの1位はハビだったんですよね。フリーの技術点はハビとハニュー・ユズル選手は90点を超えていました。それぞれミスが出てしまい総合得点が伸びなかったんですよね。PCS も80点台。パトリックや高橋選手は90点台と PCS で差をつけられていましたね。 ジュニア GPF で出場していた田中啓二選手と日野達樹選手。スタンドで応援大会期間中12、9日に。羽生結弦選手は、早稲田大学の入学試験の面接をスカイプで行っていました。この頃はショートで1本。フリーで2本4回転が飛べていたら、表彰台に上がれる時代でした。 信じられません2012から13シーズンは、ワイルドさを出しつつのキュートさ全開の SP と、芸術性や物語性を見事に表現した優美なフリーでした。この頃はまだブライアンも波乳譲る選手とプーの扱いに慣れていないように感じますハグもぎこちなく。プーもぎこちないですキスクラも表情が硬いですよね。 ハニュー・ユズル選手は変わらないですね。この大会の前日に、このようなことがありました。ブライアン・ウォーサー、試合前のある日、海岸を二人で軽くジョギングしました。走ったり歩いたり、ストレッチしながら話をしました。ユズルはいろいろなことを話してくれました。その中で格別に力強かったのは、 ソチオリンピックのチャンピオンになりたいその次の韓国でもチャンピオンになりたいと言ったことです。私が質問したわけではありません。自分からそう言ってきたのです。二つのオリンピックに勝ちたいと。私はそれはいいねと言いました。14ヶ月後ここでオリンピックが行われるという高揚感も手伝ったのでしょう。でも、 そんな言葉を打ち明けてくれたのがとても嬉しかったし驚きでもありました。それは私がゆずるの夢を全力で後押ししようと心で誓った瞬間でもありました。チームブライアンよりナンバープラスでのブライアンの記事でブライアンやスケート連盟などへ批判の声も SNS で上がっています。そういった雰囲気に 戸惑われる方もいらっしゃるかもしれません。批判をされる方たちの気持ちもよくわかります。それほど大切に思っていらっしゃるのでしょう。ですが、羽生結弦る選手はその後、公式の場でフリーの後に少しあったかな、ソースという言葉で、当時のことを収めようとされていました。記事を読んで、 そのことが事実だったとしても、羽生譲る選手の思いに添いたいですし、読んだ記事をその胸の内に留めておくことも、個人的には素敵だなと思っています。批判したりすること、悪い面を見つけることって、実は簡単で、同調もしやすく、正義感を共有できるので満足も得られます。ほっとした顔、 その逆に、良い面を見つけて広めていくことは、実は案外根気のいる作業だと感じています。良さはそれぞれ観点が違うので伝わりにくいですし、共感もしにくいものでもあります。だからこそ、良いところを少しずつ、日々積み重ねていきたいなと思って、ブログを書いています。また、時に笑顔で、 時に真剣に、そして意見が合わなくても、最後には、羽生結弦選手のやりたいという意思を尊重し、信じてきてくれたブライアンやコーチ人の存在は、かけがえがないものなんだと感じています。キスクラで、一緒の姿を本当に楽しみに待ちたいです。公開されている写真、動画、記事についてはお借りしています。 不都合があればお知らせくださいコメントは頷きながらありがたく拝見していますお返事はゆっくりめにお返ししています次のオーディオビデオでお会いしましょう